シャルル4世とマリード・リュクサンブールの結婚シャルル4世はフランス王及びナバラ王。カペ長朝最後のフランス王。フランスでは父と同様丹麗王と呼ばれた。フィリップ4世とその日であるナバラジョー・フアナ1世の三男、ルイ10世、フィリップ5世の弟、実刑フィリップ5世が息子のないまま崩御したため、フランスとナバラ王位を継承した。 1324年に、アキテーヌをめぐって、イングランド王エドワード2世と激突、オジのバロワ博、シャルルの助けを得て、エドワード2世に勝利、翌年に、フランス優位の和睦を結んだ。1328年にイザベラとエドワード2世の子で、老いのエドワード3世との間で、改めて和睦を結んだが、同年に崩御した。王子が溶接、王女しかいなかったためカペー長は断絶した。 王位は、重帝のフィリップ六世に移り、バルワ朝が開かれた。1323年に、パリ宮廷に送られたボヘミア王ヨハンの王子ベンツェルを養育した。ベンツェルは後にシャルル四世の名前を取ってシャルルと改名し、1346年に、ボヘミア王位を継承。翌1347年に神聖ローマ皇帝に即位して、カール四世となった。 1323年、バロア博シャルルを施設として、教皇ヨハネス22世に派遣し、フィリップ5世が1320年に中止した十字軍の計画を再開した。しかし、ヨハネス22世がシャルル4世を信用せず、またシャルル4世も、エドワード3世との争いに暴殺されたため、交渉は頓挫した。バロア博は、翌年に亡くなる。1326年、 反乱を起こされている東ローマ帝国に介入しようとした。東ローマ皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスは東西協会の合同を持ちかけ、ヨハネス22世も交渉に前向きだったが、アンドロニコス2世の孫アンドロニコス3世、パレオロゴスの反乱が本格的になったためまたもや頓挫した。さらに1328年にシャルル4世が崩御すると、 フランスも東ローマ帝国に介入する余裕がなくなった。ありがとうございます。